呂栄館は中華民国満州国の政治家。北京政府法典派に属し後に満州国要人となった。字は伊東市。法典省立第一中学チャンス省立立法法制選科学校を卒業している。卒業後は法典省に戻り弁護士事務所を設立した。その後、 法典立志公開会長、法典省将議会副議長、中東鉄路理事長を歴任する。1923年、法典派指導者の張作林の指示により露営館は、モスクワに向かい、法典派代表として、ソ連と交渉を行う。翌年9月、中華民、国崎三省自治政府とソビエト連邦の協定に調印した。1927年、中東鉄路。 ただし弁に就任した。しかし後に、ソ連による中東鉄路紛争が発生し、長学領らの東北軍が敗退したため、領も地位を喪失している。1931年の満州事変後に、エカンは土井原賢治の勧誘を受け、満州国建国の工作に参加する。翌年、ハルビン氏姿勢光備所所長に就任した。 満州国成立後の1932年8月29日、保官庁の公認として、ハルビン市長に任命される。1933年7月1日、ハルビン市が特別市に昇格し、そのまま特別市市長に留任するとともに、東省特別区公所長官を兼任した。同年中に、東省特別区公所が、北満特別区公所に改組され、 同公所行政長官にそのまま留任する。翌1934年11月19日、貧困省省庁を兼任する。1935年5月22日、民政部大臣兼国道会議副議長に昇進した。翌月、提出大典委員会委員を兼任する。翌年、温床会議議定官も兼ねた。1937年5月7日、実業部大臣に就任する。 7月1日、海藻により産業部大臣となった。1940年5月16日、民政部大臣に移動している。翌年1月、南京国民政府における中華全権大使として南京に赴任した。1944年に新京に戻って、大名大使となり、同年12月、病気療養のため退官した。百四十五年八月の満州国滅亡後に、 ロエインは、新疆便利善工事をとして、治安維持会の組織を準備した。しかし、間もなく、ソ連軍に逮捕され、シベリアに連行、収監される。1946年、シベリアで病没。去年57。ありがとうございます。